BE-12 チャイカ -12B-12 12チャイカは、ソ連の GM ベリー F フ記念タガンローク、航空科学技術複合体で開発された、水陸両用飛行艇。愛称の、チャイカはロシア語で、カモメのこと。特徴的なガルガタ翼に由来する愛称である。北、大西洋条約機構では、BE-12 に対し、 鎖りびらという意味の、メールという名とコードネームを割り当てた。なお、開発者のゲオールギー・ミハー・イロビチベリーエフは BE-12、成功の偉業により、ソ連国歌賞と報奨を受けている。BE-12 は、陸上機であるイル -38 と共に全人気の大型小海飛行程 BE-6 を代替する目的で開発され、 1960年に初飛行を行った。タンクベリー F ではこれより以前に大型飛行艇 BE-10 を飛行させていたが、これが流離カサトゥールン CAL-7PBE ターボジェットエンジンに機を後退翼である主翼付け根仮面に搭載した画期的な機体であったのに対し、一方の B-12 の開発ではよりオーソドックスなスタイルが取られていた。 ソ連海軍の B-12BE-10 と BE-12 の開発は共に1950年代に行われたが、この時代はまだ技術が確立せず様々な模索の続けられていた困難な時代であった。そのため、初のジェット飛行艇であり、先進的だが技術的には不安の大きい BE-10 とすでに成功を収めている。 BE-6 の構造をそのまま踏襲したような BE-12 と、並行して開発することは二度でまではあるが海軍からの要求をスケジュール通りにこなすためには必要な保険であると言えた。結局、当時ソ連最大の出力を発揮できたが未だ完成の域に達していなかった AL-7 エンジンを搭載した BE-10 はかんばしい結果を得られず、 その派生型 BE-10N も生産されずに終わった。一方の b e 1には設計局が全勢力を BE-10 の開発に注いでいたため開発が遅れ、1957年11月になってようやく、初めの模型が関係者の間で公開された。その後も機体の設計は思いのほか手間取り、1960年6月30日に、 試作初号機が完成し、同年10月18日に初飛行を果たしたものの、試験はその後も長らく続けられた。先人の一つである日本の二式飛行艇でもそうで、あったように、大型飛行艇の開発は、陸上機にはない離着水の問題など多くの困難な課題を持っていた。それに加え、BE-12 では、新しい紹介システムに対応することが求められたため、 新型の電子機器類の開発も並行して行われていた。BE-12 のガルガタ翼 BE-12 は BE-6 から特徴的なガルガタ翼を受け継いでいたが、これはプロペラを海面からできる限り遠ざけるために有効な手段であると考えられた。尾翼は機体の安定性を高めるために2枚の垂直尾翼を備えた。エンジンには 最終的に従来のレシプロエンジンに変えてイーフチェンコイコールプログレース製の新しいターボプロップエンジン AI-20D が選定された。試作2号機は1962年9月に完成したが、この機体は初号機とは本質的に異なる機体となっていた。この機体をもとに試験が続けられ、量産型 BE-12 が完成された。 量産型 BE-12 には PPS-12 自動捜索・追跡システムが搭載された。このシステムにはイニツヤチーバ -2B または頭文字を取って単に I-2B と呼ばれる無線ロケーターシステムや水中音響部位に接続するスパル五5 5航空ラジオ受信装置 ANP-1V-1 自動ナビゲーション装置 プベースマイナス -1、または、水冷に -2M と呼ばれる追跡コンピューター、オートパイロット装置 AP-6 位、e、などが含まれた。昇海飛行に就く、ソ連海軍の B-12、B-12 e の配備は1965年の春から始められた。BE-12 はそれまで試験を行ってきた、多眼ロークに置かれていた BE、BE-6 装備の飛行隊に配属され、 若干の習熟期間の後実動体制に入った。その後も国会艦隊を、はじめ多くの航空隊へ配備が進み、最終的には全ての BE-6 を置き換えた。BE-12 の改良はその後も続けられ、最新の紹介システムを搭載していたため基本的にソ連国外へは輸出されなかった。これは、 国土防空軍の迎撃戦闘機が防空システムの機密を守るため基本的に輸出されなかったのと同様のことである。例外はソ連が直接要因を派遣していたエジプトとベトナムで少数機がこれらの国で運用された。BE-12 は初期には、L、イル -38、BE-6、カ -25、ミ -4PL、ミ -14 などとともに、 後には、イルマイナス38、ツマイナス142、カ14マイナス 27PL などと共に、ソ連沿岸の紹介任務に就いた。ソ連の崩壊後も、BE-12 は、独立したロシアで多数が運用された。予算不足により後継機の配備が遅れていることもあり、機体の経年数にもかかわらず運用は続けられている。また、ウクライナでも B-12 を運用している。 ウクライナ海軍航空隊に所属している BE-12 は、1機が2007年9月に実施された大規模軍事演習、アルテイリア2007-2007に対戦攻撃機として参加している。このほか、モルドバ空軍も BE-12 を保有していたとされるが、実際に運用はされなかったものとみられている。なお、中華人民共和国では、 BE-12 や日本の PS-1 を参考に水とどろき語型が開発されている。同期は BE-12 同様の対戦紹介任務のほか、対艦攻撃、救難、輸送などに幅広く使用されている。BE-12PS チャイカ、-12BE-12PS チャイカは BE-12 の派生型として開発された。 捜索救難機である。なお、PS は、ロシア語で、捜索救難機を意味する、の、略である。BE-12 の増備により、余剰化した BE-6 は、捜索救難機として用いられていたが、新たな機体が必要となることは時間の問題であった。しかしながら、この分野へは、多くの時間や経費をかけることへの許可は、期待できなかった。 この用途へは新たに BE-14 が開発されていたが、この新型機への運用側の姿勢はあまり積極的なものではなかった。そのため、既存の対戦障害飛行艇から爆撃装置や捜索、追跡システムなどを取り払い機内構造を整理し、治療室を設け医療器具を搭載した機体が開発された。また、乗組員には医療専門のメンバーが加えられた。 着水しての救助活動にあたっては、空気転調式のモーター救助ボート LAS-5S が使用されることとなった。空中から遭難者を引き上げるための装置は、機体右辺のハッチから行われることとなった。この機体の積載量は、BE-14 同様通常15人、最大で29人までとなった。また、空中からの救助のため数 -90、 非常用コンテナを7つまで機外に搭載することとされた。こうして完成された BE-12PS は1969年に試験を通過し、1971年から少数が多ンローク工場で生産された。一部は直接工場の部隊に配備された。1972年には海軍と開発側が共同で悪天候時における 海上救助任務に関する評価を行った。同年10月5日から BE-12PS の試験飛行が行われた。13回の飛行と29回の離着水が行われ、飛行時間は14時間29分に及んだ。着水時の安全性の確保のため、本来の装置以外に、機種へは PR 回 -4 ヘッドライト、RV ウ電子高ー計に変えて、 新しい RVZM、海面支持爆弾をマーブ -8N、照明爆弾 CAB-100 から90が搭載された。調査は第2段階へ進められた。着水時に関する概要が仕上げられ、悪天候時の試験で使用された装置の昼までの着水時における装備が試された。第2段階では、光学装置と悪天候時の試験で決定された。 使用が評価された。出された結果によって、内海での夜間着水は可能であると結論付けられたが、なお若干の注文がついた。それに従い、以前より必要性が指摘されていたメートル波、波高計を装備することが予定され、その他にも抵抗度時に使用する X 線高度計、ファーケルマイナス1が追加装備されることとなった。この装置は、 飛行高度のみならず降下時の垂直速度も計測するものであった。これらの変更点を仕上げた後も試験は続けられたが、重要な変更は生じなかった。1973年まで BE-12PS の生産は続けられ、最終的に10機が製造された。BE-12PS はソ連の崩壊後は独立したロシアで多数が継続運用されたほか、 ウクライナへも10機の BE-12 及び1機の BE-12PS が引き継がれ、海軍航空隊で運用された。なお、ウクライナ語で、捜索救難機にあたる単語が、である。ことから、ウクライナ軍では BE-12PS のことを、BE-12PR 故障している。1997年8月には、ウクライナで、 BE-12PR の救難機としての運用範囲の拡大を目的とした試験が行われた。この試験ではウクライナ海軍航空隊救難部隊の責任者の指示により BE-12PR から浮遊救難部が投下されパラシュートを背負った救助員が飛び降りた。フェオドーシアにある国立航空科学研究センターのパラシュート 高価専門家によって機内に問いが準備された。その支援により、機上作業者は操縦士の合図に従って、救難ボート、2層の LAS-5M-3、または1層の PSN-6A を投下し、高価救助員は通信指ドアより飛び降りた。試験は、ガンツの高価救助員によって続けられた。20回にわたる試験は、ボートの投下。 県庁も含め万事順調に行われた。また、取り付けられた問いは、パラシュートの安定化に寄与した。高架救助員は1人、2人、または4、5人のグループで飛び降りた。試験は上手備に終わり、その結果によって、航空隊 A の B-12PR の追加が決められた。このような救難ボートと高架救助員の投下は、 その後も1998年から1999年にかけての間ウクライナ海軍とロシア海軍国会艦隊との合同演習やオデッサ軍港での模擬訓練などで一度ならず実施された。通常機場では6層のボートと2、3人の救助員が登場していた。その後、ウクライナでは BE-12 及び B-12PR の退役を開始したが、 2006年には2機の BE-12PR が海軍航空隊に復帰され運用が継続されている。また、アゼルバイジャンの保有していた BE-12PS を2機のアップグレード型ミグ -29 との交換で入手している。2008年現在稼働が確認できる機体は、機体番号02、04、05、06の4機で、NATO との合同演習。 シーブリーズに参加するをはじめとするいくつかの演習に参加するなど積極的に活動している。国海やアゾフ海の海域ではロシア海軍とウクライナ海軍が保有する BE-12 以上に優れた航続距離を持つ機体がないためウクライナ海軍では装備品を近代化して BE-12 並びに BE-12PR の運用を継続する必要がある。 その一方で、機械自体の老朽化は否めず、2010年代には退役するという観測もある。BE-12P-200 チャイカ -12-200B-12P チャイカ、および BE-12P-200 チャイカは、BE-12 の派生型として開発された消防機である。なお、この場合の P はロシア語で、 大火災機という意味になるの略である。ソ連崩壊後、タンクベリー F では旧東側以外の各国への売り込みを目指し、需要の高い消防用航空機の開発に力を入れている。そうした中、より近代的な大型療養飛行艇である A-40M や BE-200 などの開発に成功しているが、すでに堅牢な実績のある、 BE-12 の発展型も開発した。最初の派生型となった BE-12P は基本型 BE-12 の設計をもとに開発された。まず BE-12 からは爆撃関連等の装備が撤去され、代わって機種内に4500リットル、特設タイク内に1500リットルの合わせて6000リットルの消火水用タンクが設置された。 消火には海水を使用することが可能で、海水の収集には時速 120km で飛行しながら海面を滑走する方法が取られた。すべての消火水タンクを満載にするにはおよそ50秒を要した。海水集積地点から火災現場までの距離は 100km 以内に限定された。BE-12P は1992年に初飛行をこなし、 翌1993年9月には、販売アピールのためモスクワの航空ショーに展示された。次の派生型となる BE-12P-200 は、1994年8月から1996年6月にかけて開発が行われた。既存の BE-12 から回収された BE-12P-200 初号機は1996年8月9日に、 初飛行を実施し、10月まで飛行試験を繰り返した。離水する BE-12P-200BE-12P-200 BE は BE-200 の開発のための試験用に製造された機体で BE-12P に比べ収水能力が向上されていた。すなわち BE-12P-200 では4.5 トンから6トンの水を15秒から20秒で取り込むことができた。制限波行は0.8メートルとされた。サむ水は海面のほか湖や河川からもサむ水可能であった。1回の飛行において BE-12P-200 は森林火災現場に対し140トンの消火水を投下可能であった。BE-12P-200 は航行のための 各種機材が標準搭載されたが、それらに加えて国際運用に適合した電波広報装置や国籍識別装置の装備が可能であった。消防分野は救難分野と並んで飛行艇の需要が高い分野であるので、タンクベリー F では今後この分野での世界的地位の確立を目指している。その際、タンクベリー F にとって最大のライバルとなるのは、 CL-215 及び CL-415 を要するカナダのボンバルディアエアロスペース車である。これらの飛行艇は高い販売実績を持っているが、タンクベリー F では BE-12P、BE P-200 や BE-200 などより高度な能力を持った機体でそれらに対抗しようとしている。タンクベリー F の飛行艇対戦紹介気象防機。 ありがとうございます。